皆さんこんにちは。私は大阪シオン教会の足立隆夫と申します。今日は12月2日土曜日、コロサイ人への手紙1章の9節から20節、罪と暗闇の力から御子のご支配の中にというテーマでご一緒に今日も御言葉を学んでまいりましょう。コロサイ人への手紙1章9節から20節。こういうわけで、私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように。また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。神の栄光の支配により、あらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し、寛容でいられますように。また、光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に、喜びをもって感謝を捧げることができますように。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。また、御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして、すべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神は、ご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち、地にあるものも、天にあるものも、御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。さて、昨日も申し上げましたけれども、このコロサイ人への手紙というのは、コロサイの教会にグノーシスという異端がはびこってきたことをエパフラスから聞いたパウロが、なんとか正しい信仰に彼らを引き戻そうとして、コロサイの信徒たちに向けて書かれた手紙なんです。さあ、このことを、ね、書いて、このことを聞いていれパウロはどうしていたか。9節なんですね。こういうわけで、私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めていますと書いてます。パウロはずっとこのコロサイの教会のために祈り続けてきたわけです。パウロはこの時ローマの牢獄の中に囚われていましたから、直接コロサイの人たちのところに行くことができません。彼らを直接励ますことはできないので、パウロは手紙を書き、そして一生懸命に祈って彼らを支えるわけなんです。そしてこの9節から14節のところでですね、パウロの祈りの内容が書かれているわけです。9節、最後の後半のところですね、神の御心についての知識に満たされますようにと。つまり神様が今コロサイの人たちをどのような計画で導こうとしているのかっていうことを正しく理解することができますように。人は目の前のことで心が揺さぶられるでしょう。
ね、苦しいことがあると信仰から離れてしまうことがもう多々起こるわけでありますが、そうではなく、今のこの苦しみは先の大きな恵みになるということをしっかり悟ることができますようにとパウロは祈ります。さらに10節ですね、10節、また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれと、こう続きますが、そう、彼らがクリスチャンとしてふさわしい歩みを、また喜ばれる信仰を持つことができますようにと。同じようにですね、途中で信仰を失ってしまうようなことがないようにという意味なんです。さらには10節の後半、神を知ることにおいて成長しますようにと。そう、神がいかに私たちを愛してくださっているのか、神がどのようなご計画を持っておられるのか、そのことをしっかりと見極めて、そして神様の御心を知ることによって彼らが信仰者として成長していく、このように祈ります。さらには11節ですね、どんなことにも忍耐し寛容でいられますようにと、ね、苦しみがあったとしても簡単に神様に背を向けるようなことがないように、そんな意味でしょう。そして12節、12節は、生徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますようにと。全てのことは主から与えられているんだということですね。ですからどんなに苦しみにあったとしても、どんな困難にあったとしても、神様に対する感謝を忘れることがないように、パウロはこのことを熱心に祈るんです、ね、今コロサイの教会の中は混乱しています。間違った教えが入ってきて、パウロに最初に教えてもらったものとは全く違うことが教会の中で語られているわけなんです。彼らは混乱して神から離れようとする人たちがきっとたくさんいたんでしょう。しかしパウロは、いや、そうではなく、神の御心が何であるかということを正しく受け止めることを通して、神に背を向けることがないようにと、一生懸命に彼らのために取りなしの祈りを捧げるわけであります。そして15節から後半はですね、この私たちを導いてくださるイエス・キリストがどれほど素晴らしいお方なのか、どれほど偉大なお方なのかということを語っているわけなんですね。実はこれは私たちもしっかりと受け止めておかなければならないことです。あなたにとってイエス・キリストというお方はどういうお方でしょうか。これは私たちクリスチャンにとっての永遠の課題なんです。これに対して正しく答える答えをね、しっかり持っておかなければなりません。皆さん、あなたにとってイエス様はどういうお方ですか。あなたはしっかりと、そしてね、簡潔な言葉でこれを答えることができるでしょうか。ね、イエス様とはどういうお方なのか、パウロが語っている、これはもう まさにですね、模範解答のような言葉なんですけども、パウロは ねイエス・キリストはどういうお方なのかと、ね、いう点でですね、ガリラヤ出身の大工の息子でとは言ってないんですよ。そうではなく15節、巫女は見えない神の形でありって書いてますね。つまり見えない神の形、神のご性質を持ったお方ですって。つまり父なる神様と同じ存在ですって言ってるわけです。さらに、すべての作られたものより先に生まれた方です。つまり最初からいたんですよ。最初からいて、ね、アルファであり、オメガであり、初めであり、終わりであるって書いてあります。まさに神はすべてを知っている永遠の主であるということなんですよね。これがイエス・キリストです。さらに16節。天と 地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られたからです。すべてのものは巫女によって作られました。つまり、天地、ね、全知全能なるお方であり、天地創造の作り主なんですよ。すべてのものは巫女によって作られました。また、万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたと書いてますね。だから巫女が、イエス・キリストが全てを治めておられる、ね、イエス様は全てこの地上天地万物を支配しておられるお方だということなんです。全てのものをお作りになり、全てのものを支配しておられる。つまり、ね、この地球は、またこの地上はイエス・キリスト中心なんですよ。
我々はいつの間にやら自分が中心だと勝手に思い込んで、ね、生きている人がいますけど、そうじゃないんですよ。すべてのものは主によって作られ、主のために作られました。イエス・キリストが中心であります。そして、このイエス・キリストが私たちに与えてくださったものは何か。それが14節。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。そう、私たちはイエス・キリストによって罪が贖われ、罪が許されて、そして救いの恵みに預かっているのです、という。こういうことですよね。そしてその方法が20節です。十字架の地によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させることと。イエス・キリストが私たちの身代わりとなって、罪がないにもかかわらず、身代わりとなって十字架の上で死んでくださった。ね、それによって私たち、イエス様を信じた者は罪の中から贖い出され、平和が与えられました。ね、罪によって神様との断絶していた関係が和解しました。そして神の恵みを受けるにふさわしいものとして私たちは生かされているわけであります。これが私たちにとってのイエス・キリストなんですよ。あなたにとってイエス様はどういうお方ですか？ね、これを私たちはしっかりと受け止めて、まあ、こんなに長く語らなくてもいいですけれども、しかしイエス・キリストは私の救い主であるということ。私を罪の中から贖い出し、私と神様との切れていた関係をもう一度結び合わせてくださり、修復してくださるお方である。死を通して私たちを罪の中から解放してくださり、自由にしてくださるお方。これが私たちのイエス・キリストだということを皆さんしっかりと覚えて信仰生活を歩もうではありませんか。愛する皆さん、あなたはどのようにして救われたのか考えてみてください。あなたの強い信仰によって救われたわけではありませんよ。誰かがあなたのために祈ってくれたおかげであり、またイエス・キリストがあなたのために十字架の上で死んでくださったからなんですよ。このことによって私たちは救われ、今本当に喜びと恵みの信仰生活を送らせていただいている。どうぞこのことをよく自覚してください。そしてイエス・キリストを通して自らが救われ、今祝福されていることに対して感謝を忘れない信仰生活を送らせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。主が私の罪のために十字架にかかり死んで3日目によみがえってくださいました。これによって私たちの罪は許され、私たちは新しい命に生きることができたことを心から感謝いたします。どうぞこのことを忘れることなく、主よ、あなたに感謝しながら信仰生活を送り続けますように。一切を神様にお委ねして、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。